どうも一応です。はい、今回もガチャ動画になります。はい、チケットですね、チケット消化です。グローリーフェスティバル装備召喚チケットが15枚ありますんで、こちら紹介していきたいと思います。シリーズ属性11連チケットの期限があるやつ、あの一番上に表示されてるやつね、3枚、これはまたどうしようかな、次以降に撮影しようかな。はい、まずはこの15枚のグローリーフェスティバル装備召喚、こちらをね紹介していきたいと思います。はい、で現在はですね、クリスタルダンジョンのミッションが来てて、バハムート霊式と、あとなんだっけ、古希、あのエイトのアルティミシアか、はい、撃破できました。で残すは天命の謎の少女、召喚のやつかな、はい、そこだけが残ってて、なかなかね難しいですね。はい、なのでまあその召喚ダンジョンでちょっと使えそうな装備が来てほしいなって思ってます。はい、まああとはなんだろうね、持ってない覚醒とかチェインとか、まあ何でも来てくれればなって感じですね。はい、で星5以上装備が1個確定、星5の確率が 4%、 ちょっと怪しげですけどね。でも星7も 3.144 3% 約 3%、 まあまあまあいいんじゃないですかね。はい、まあ、サクッといきましょう。とにかくね、尺は限られてますからね。さあどうでしょうか。まあおそらくかなりかぶりもあるんじゃないかなと思いますけども、あ、いいですね。はい、じゃあスキップいきます。もうこの時点で星7はないんだよね、確かね、もはや。はい、 OKOK、 なんだろう、なんか使えそうなマテリアだったらいいけどね。これはスコール3かな、これなんだろう、誰だろうね、弓って結構いるからね、誰なんだろう。さあ、あ、フラン覚醒、フランとか使ったことねえな。サラマンダーバースト、これはゼルレジェンドマテリア、ゼル確か D 格持ってた気がしたな。でもそれだけなんですよね、ゼルは全然覚醒もシンクロも持ってないんでね、生かしきれてないって感じなんですけど、はい、戦技、そしてフランの覚醒、あ、まあまあいいっすね、幸先いい感じ、未所持の覚醒引けたんで、まあいいんじゃないでしょうか。はい、フランって氷弱体とかできるのかな、多分、どうなんですかね。まあいいでしょう。はい、ありがたくね頂戴したいと思います。さあいきましょう。いいですよ、スタートはね、なかなかの引きでしたね。さあ、とりあえずね、ミラボーを出しね続けていこうと思ったら星7出ましたね。はい、お、持ってないんじゃない、持ってないな、誰だ、文句キャラかな、誰でしょうか。ゼル神奥義、もう言ってるそばからゼル来たね。はい、まあありですよ、これで少しずつゼル強化されていけばね。まあ、あのアルティミシア倒しちゃったんで、ちょっとしばらくまだ出番ないとは思うんですけど、それでもせっかく D 角持ってるんであれば、脇をちょっとね固めていきたいなっていうのはありますね。はい、これはまあ、まあまあ当たり、はい、ありがたいですね。この調子でゼルの覚醒とかシンクロとかね引いていければいいんですけど、あとはなんだろうね、モムの覚醒1とかも欲しいかな。あ、虹1個、まあまあこれも来るよね。はい、覚醒1がねあればもっと楽にこうなんだろう戦えるかなっていう感じはあるんですけど、モムの場合はね、まあでもなかなかこればっかりは狙って引けるものでもないんで。はい、アーシのレジマテかぶり、さあもうどんどんいきましょう。はい、ちょっと重いかな、携帯の処理がちょっと重くなってるね。いや、ちょっと待って、画面が暗いぞ。あ、戻った戻った、オッケーオッケー、ちょっとびっくりしたな。あっと、なんかアプリ落ちるかな、大丈夫か。おお、いいねいいね、星7来ました。誰これ、なんか女性キャラだよねこれね、誰だろう、イダ、おー、イダシンクロ、
はいはいはい。イダ覚醒持ってたけどな。まあこれで神格揃ったって感じか。ただ炎に関してはですね、もう激戦なんですよね。6パーティーでも炎パーティー組めるんで、まあ使わないかもしれない。14でも魔法パでレギュラー組んでるんで、まあ使わないかもしれませんけど、まあはい、ありがたいです。それでもね、ありがたいよね、新規だから。まあいつか使う時が来るでしょう。あ、でも文句パーティー、文句パーティーで組んでもいいもんね。わ、これはめちゃくちゃいい引きが来ました。はい、これは暗黒拳ザイトとかそれ系だったかな。あ、だよな。はい、細長い刀だこれ。誰だろう。あセフィロス。はいはいはい、これは剣だね。これは持ってないと思うけどな。これも持ってないと思う。はい、長連がないってことは持ってないってことだよね。はい、来た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 来ました来ました。はい、セフィロスのシンクロ、そしてこれはムーアのなんちゃら、ムーアの剣、あー、エクスデス。はい、これ当たりです。はい、エクスデスのシンクロ、これでシンクロ覚醒揃えましたね。はい、いいですよこれは。そしてファリスの D 角、まあファリスはもうね、風パーティーで使うからね。チェイン打って覚醒2周持ってたかな、確かフルバフとなんかのまとうやつだったかな。はい、まあ D 角もあればなおよしって感じだよね。これは例のごとく風炎両方でいけるってやつか。はい、ありがとうございます。いいですね。なんか健康デバフとかついてたらすごくいいんだけど、デュアルシフト後は、あ、ついてるな、ついてるね。あ、いいですね。はい、防御魔防精神短時間ダウン、あ、いいですね。はい、ありがとうございます。 OK、 ここはいい引きできましたね。さあこの調子でね、この調子でもうごっそりね、ごっそり持っていきましょう。いいですね、このミラボを出し続ける。虹玉はなるべくね回避していきたいよね。槍、これは誰のなんでしょう。さあどうだ、エスティニアンのマテリア、あー、3回使用するたびもいく、あー、まあ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 いいんじゃないですかね。これはこの感じはね、いいよね。はい、どんどんいきましょう。なかなか有能なマテリアなんじゃないかなと思います。よし、あ、虹だ。はい、まあまあ来ますわな、こういうのもな。まあ未所持のなんだろうね、マテリアとかだったらいいんだけど、なかなか。お、アラネアバースト、はい、ありがとうございます。さあどうですか、そろそろ半分いったかな。いやでも召喚に使えそうなやつ全然来ないね。うん、あ、いいですね。はい、スキップいきます。なんか召喚で使えそうなやつ来てくんねえかな、どうかな。よし、召喚関係なさそうだよね。どうかな、3つ来たからね。おおおおお、はい、2つが新規か。ライトニングオーバーフロー、オーバーフロー、そしてデッシュの、あ、いいですねこれ、このゲージ1つ貯めるってやつ。うん、これはいいね。重式的に入りつつゲージ1個貯めるってやつだからね。うん、ありがたい。そしてイグニスのバースト、バーストじゃねえや、覚醒。イグニスといえばなんかバーストってねイメージがありますからね、あの昔ね結構使いましたけどね。はい、まあこれはなんか自傷ダメージがあるということでちょっと使いにくいんじゃないかっていう風な話も聞いておりますけども、まあまあでも、うん、はい、ありがたいです。
15弱いからね。はい、僕の15は。だからすごくありがたい。さあ、いい感じで弾けてますね。いいですよ。まあ1個ずつでもいいから星7やっぱ多く弾きたいですけどね、欲を言うと。これなんだろうね。あ、これは会員のバーストじゃないか、違ったかな。マント、誰のマントだこれ。さあどうでしょうか。ギルガメさんか。はい、イゼルのバースト。あーはあはあはあ、あー弱体なんだこいつのバーストって。なるほどなるほど。そしてあ、じゃあ会員じゃなかった、ルーネスだ。そうだそうだ、そうでした、失礼しました、大変失礼しました。そうだった、ルーネスだ。これあの前の僕ね、前のアカウントではこれ持ってたんですけど、はい、だいぶ使ったねアイテムだったんですけどね。あー、ゲージ戦技、ギルガメッシュ使わないからな。まあ、それでも持っといて損はないでしょう。はい、ちょっとごめんなさい、チケット何枚残ってるか。6枚。そうだね、6枚だ。はい、じゃあ行きましょう。まあ折り返しましたということで、さああと6枚でね、またちょっと一つ未所持の D 角であったりだとか、まあ引ければいいなって感じですけど、なかなか難しいかな。もうワンチャンスちょっと来てくれればなって感じですけどね。厳しいかな。これは持ってる。はい、釘バット。さあどんどん行きましょう。あとワンチャンス、どうだ、来てくれるかな。オッケーオッケー、来た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 。これは何でしょうか。かぶりはやめてね。かぶってないんじゃない、かぶってない、オッケー、かぶってないな。 C もは C だよねこれ、シンクロ。あー、まあ点で魔法パーティー組みたいから、これもありっちゃありだよね。あれ、この人召喚じゃなかったっけ。あ、召喚だわ。あーってこうなると C もあの覚醒も欲しくなるよな。覚醒は交換できないんじゃないか、まだ。どうだったっけか、後で見に行こうかな。はい、まあまあまあ、可能性はとりあえずは残したという感じで。はい、まあこうなるとシーモはちょっとね、強くしたいよね。さあもう立て続けに来ねえかな、シーモアの覚醒とかさ。おわーっと、来た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 、いいよいいですよ。さあもうこれ誰か分かんないよね、霊式は。あれ、これ持ってたか。あ、持ってない、いや持ってないよね、持ってない持ってない、いや持ってないんじゃない。お、全部持ってない、多分持ってないですよね。オッケーオッケー。はい、これはデュース。はい、ありがとうございます。これはバハムートケーン、ケーンですねこれね。ヤシトラの絆チェーンか。はい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 、まあいいですよこれは。ヤシトラ使うからね。うん、はい、ありがたく頂戴したいと思います。そしてブラスカの、いやー、ブラスカも召喚じゃなかったっけが、だよね。これでブラスカあれだわ、あの神格揃ったわ。あー、ブラスカっていう選択肢もじゃあ出てきたって感じですかね。はい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 、いいですね。オッケー。そしてビックス信用義、まあこれは使わねえかな、どうかな全然持ってないんですよねこいつ。装備全然持ってないんで、まあでもいつか使える時が来ればいいなって感じですかね。いやー、ここでいい引きできましたわ。いいですね、なんとかなんとかミッションに向けて可能性は出てきたっていう感じで、
虹玉2つ、はい、大当たりの後はねこういうの来るからね、うん、まあしょうがないですよ、まあ、いつもいつもねいい引きできるわけじゃないからね、この辺はまあしょうがない。はい、アルクエのマテリア、まあその中でもなんかいいの引けてんのかな。ルビカンテとこれは精神アップ、うーん、うーんって感じだな。まあまあまあでも選択肢がね、選択の幅が広がるという意味ではまあいいのかもしれない。さあもうさっきの引きが最後のチャンスだったのかな、どうなんかな。もうさすがに来ないか、いや持ってないんじゃない、多分これ持ってないと思う。なんか全部持ってないように見えるんだよね。あ、持ってるわ。そう、やっぱ全部持ってないように見えるんだよね。はい、ありがとうございます。もうないのかな、まだあるか、まだあるかな。もうあと 1,2 枚って感じだと思うけど、その 1,2 枚でもうワンチャンス、欲が出てきた、欲が出てきました。もうワンチャンス、どうかな、厳しいかな。もうさすがに星7は。さあミラボは何か、いやーどうだ、持ってるかな、持ってるような気もするな。あ、持ってなかった。ユーフィーのオーバーフロー奥義。はい、地属性か、地水じゃないのか。はい、あーなくなったね。はい、まあ最後の最後でまあ新規引けだから、まあこれはこれでよしとしましょう。はい、まああの星7もね結構出てくれたから、うん、まあまあまあいいんじゃないでしょうかね。新規のシンクロだったり D 角も引けましたから、引きとしてはかなりいい方だったと思いますし、まああとはなんだろう、召喚ダンジョンに向けてね可能性はちょっとこう残したというか、まるっきり絶望っていう感じでもないですもんね。はい、じゃあごめんなさい、シーモはちょっと見に行っていいですか、ちょっとあの残りの時間、はい、あの興味ない方はね、まあ、あのもうあの終わっていただいてもねいいのでね。シーモはですね全然持ってないんですよ。はい、こんな感じなんですね。いやー覚醒は交換できないか、覚醒交換したかったな。シンクロだけポロッと引いちゃったもんな。はい、そしてブラスカ、ブラスカ見に行こう。ブラスカはこんな感じ。まあ戦技超絶は交換してそこそこ戦えるかな。どうですかね。まあまあまあちょっとこの辺検討したいと思います。はい、ダメージアップ、あーダメージアップの超絶とかもあるし、これは健康デバフか、某魔防精神だもんね。まあなかなか有能なキャラではあるのかな。はい、ん、ちょっと待って、これはあーこれはただのあれか、まとい戦技か。はい、オッケー、わかりました。はい、まあ、まだミッション期間がありますんでね、ちょっと頑張ってなんとかね激ハマでたどり着ければいいなというふうには思ってます。はい、あとはそう、まだ第5弾来ております。でミスリル今49ありますんで、ね、1個来たら引いて、この第5弾引いて、はい、スタンプでねシンクロ交換したいなと思います。はい、よし、そんな感じかな。はい、 OK、 よし、じゃあ今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。